はい、ナマステ。このビデオは、JFND の行動通信アプローチの、第1週の4本目のビデオになりますね。はい、このビデオでは、皆さんがですね、これから作る、行動通信アプローチのどんなコースを作ればいいか、そういうことについて、説明したいと思います。まずですね、行動通信アプローチのコースを作るためには、日本語をよく知っていることよりも、その行動をよく知っている必要があります。はい、日本語については、インド人の先生もね、日本語については日本人から聞けばね、そういう時にどういう日本語を使うか、日本人から聞けばいいと思います。でも、どんな行動をするかは、まず、先生が自分で分かっている必要がありますね。そのために、皆さんがよく知っている行動を考えなければいけません。はい、そのために、例えばですね、よくある例としては仕事の経験ですよね。仕事の経験。で、自分が働いたことがある日本語教師になる前にやっていた仕事、そういう仕事はこの行動中心アプローチの、コースのコンテンツとしてとてもいいと思います。で、これ業界別の、仕事で考えてもいいですね。例えばサービス業だった人、工業、何かその自動車作るとかですね、あるいは農業、みかんとか野菜とか、米作るとかね、そういう仕事、それから IT ももちろんあります。ソフトウェアを作るとか、コンピューターを作るとか、そういう仕事によって自分はこの仕事は詳しいですよっていうのがあればとてもいいと思います。でもね、そういうのがあんまり普通のよくある会社だったとしても、あるいはね、この業界が日本とインドでね、あまり関係ない業界だったりしたときは、その会社の中の部署、会社の中のどんな仕事をしていたのか、例えば人事とかね、人事は働く人について、働く人についての仕事ですよね。それから会計、お金を計算したり、そういうする仕事、それから総務とか、会社の中にいろんな部署がありますから、そこでも、例えばね、会計だったら私よくわかりますとか、そういう人は、会社の会計で働く人の行動リスト、そういうものを作ることができますね。はい。それから、趣味もあります。趣味も、スポーツとか音楽が、私はこの、音楽を自分で弾けますとかね、自分でこの楽器を使うことができますっていうのもとてもいいし、でも、スポーツとかも特に、自分でこのスポーツできますっていうのもありますけど、このスポーツを、よく見ていますっていう、それだけでもいいですね。サッカーをよく見る人、相撲をよく見る人、だけど自分ではサッカーをプレイしませんとか、そういう人でももちろんいいです。はい。あとね、こういうのは困った体験でも、これもとても大切ですね。もし何か困ったことがあったら、同じ立場で困っている人がね、そういう人を助けてあげたいって思うことがあると思います。で、特にそれが日本語の先生の場合は、そういう困った人が日本で暮らす時に大変だから、その時にどんな日本語を使えば、そういう困った問題を解決することができるのかとか、そういうのはやっぱり同じ問題で困ったことがある人じゃないとうまくできないと思いますね。はい。そういう、その意味で、皆さんにとってね、困った体験っていうのは、あまり嬉しい思い出ではないと思いますけど、でも、行動通信アプローチのコースを作るためには、とても役に立ちます。例えば、マイノリティ、いろんな意味でマイノリティってありますね。セクシャルなマイノリティの人もいるし、あるいは、例えば、学校に行かないね、不登校の子供、とかね、あるいはその病気とか災害とか、そういう時にどうすればいいか、そういうのも自分が体験したことから、自分の体験したことを行動のリストにして、そしてそれをコースにすることができます。はい。でね、よく知っている行動を、まずね、ここではどんな行動を選ぶかっていうのを考えるわけですね。そしてその後、その行動をリストにするわけです。たくさんたくさんその一つの分野から
たくさんの行動をリストにします。で、こういうふうにリストにするときに、やっぱりですね、会話とか、読み取りとかね、そういう言葉に関する活動が多い方がいいです。例えばスポーツにしても、サッカーとか野球はチームだからいろいろ言葉使うと思うんですけど、私みたいに走るのが好きな人、ただ一人で走るのが好きな人は、実はね、あんまりね、言葉使わないんですよ。でも、最近はこのオンラインでね、オンラインマラソンとかありますから、そういう時にアプリを使ったりします。で、その時には言葉使いますけど、でも、それ以外ではね、ほとんど言葉使わないですね。なので、それを、皆さんがどんな分野の行動をコースにするか、それを考えるときは、できればこういう言語の活動が多い方がいいです。だけどね、最初は、これってほとんど言葉を使ってないなっていうふうにね、そういうふうに思うことでも、それをね、よく、ブレインストームっていうんですけど、たくさん考えてみると、ここでも言葉使ってるし、ここでも言葉使ってるなとかね、そういうふうによく考えてみると、実は結構言葉を使っているということも多いですね。はい。でね、この言葉を、その、その、こと、あ、まあ、行動ね、行動をリストにするときに、目的別にまずリストをするとか、あるいは場面別でリストにするとか、あるいは相手別に、リストにするとかね、そういうふうに分けてから、小さく分ける、細分化ね、小さく分けると、とても簡単です。で、課題として出すときは、少なくとも50個ぐらいは行動を書いてください。で、もし時間があればね、500ぐらいやっても全然いいです。少なくとも50ぐらいは作ってほしいと思いますね。で、細分化のレベルっていうのは、例えばその、これは出勤するっていう、日本語教師のね、行動リストの中で出勤するっていうのがありました。でも、出勤するだけだったらもうとても、大きいレベルなんですよね。出勤するっていうのは、その中にもいろんなことをやっています。例えばね、出勤するとかにも、出勤する、どこからを出勤するかはちょっと分かりませんけど、家をね、出るときだったら、例えば靴を履くとか、で、そしてドアを開ける、そしてドアの外に出る、ドアを閉じる、鍵を閉めるとかね、そういうふうにやっていったら、もう例えばこ、あの、出勤するっていうだけでも、50個ぐらいもう簡単にできちゃうと思います。はい。だけど、その中でもね、日本語とか言葉を使うものとしては、例えば、駅でね、駅の電子掲示板で、あと何分で電車が来るか知るっていう、こういう行動もありますよね。あと、来た電車とかバスでもいいですけど、その来た電車とかバスの行き先が書いてありますよね。で、電車の一番上のところにね。それを見て、それが自分の乗る、電車かどうかを判断するとか、そういうのもたくさんあると思います。はい。そのぐらい、もう細かく分けてしまえば、50個ないっていうことは絶対にないですね。はい。もう本当に、とりあえず50個ぐらいできるぐらい。そういう意味では、もう、どんどん小さくしていけば、いいと思います。はい。でね、時々ね、間違って、どんな日本語を使うかっていう、そういうリストを作ってしまう人がいるんですけど、今回は、行動中心アプローチですね。文系シラバスではなくて、行動中心アプローチなので、日本語ではなくて、行動のリストを作ってください。日本語じゃないですよ。行動のリストを作るっていうことですね。でね、もし具体的にどういうのが、例を見たいっていう人は、もうたくさんこういうのもありますから、リンクを開いてね、皆さん、そこで、例えば日本語教師の行動リストっていうのもここに上げてみました。これ、レックルームっていうのは VR のゲームなんですけど、そのゲームでどんな、行動を取るのかっていうのもリストにしたことがあります。あと、これは日本のね、日本で外国人の人が働くときに、ブラック企業、要するに悪い会社ね、悪い会社に入ってしまったときに、それとても大変なことなので、じゃあどんな行動をすればいいかっていうのもリストにしたことがあります。はい、こういうリストを見て、ぜひ皆さんもご自分のよく知っている行動を、リストにしていただければと思います。はい。で、このコースの、この研修の最終的な目的っていうのは、
皆さんがオリジナルなコースを開発することです。コースを開発すること、それが目的なんですね。なので、多分ね、他の人には作れないコースを開発する、そういうことがいいと思いますね。はい、なので、まあ、よく知っていること、自分の強みと言ってもいいと思います。それをリスト化するといいと思いますね。で、その中の一つを日本語のコースにしてほしいと思います。はい。じゃあ課題についてはすみません。長くなったので、次のビデオでちょっとご紹介したいと思いますね。はい。フィルミレンゲー。おっとっとっと。